スモールさんインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオです。スモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送は、マサとケイコの音楽日和。この番組は味噌問屋の若旦那にして演歌歌手の酒井雅俊とピアニストの伊豆谷恵子がさまざまなゲストとともに人生と交わる音楽をお送りする番組です。皆さんこんにちは。こんにちは。2024年2月13日火曜日配信第114回になります。はい、114回目を迎えております。ということはですね、今年中に120を10周年になりそうですね。10周年ですよね。はい、今10年目か。10年目、ね、もう10年目ってこと。そうですよ、ね。すごいね。7月か8月からだったような気がするんですけど。そうですね、そうですね。で、多分、完全にお休みしたのって1回か2回ぐらい。そうですよね。夏とかなんかね、そうですよね。そうですよね。ということで、今年もね、あっという間に1月が終わってしまい、はい、早くも2月になったということでございますけれども、はい、なんか1月、はい、まあ、12月から1月でなんか、そうなんですよ、私何も旅行とかも行かなかった。こうしたわとか明日はってことな、ある。いつもあんまり私は整理整頓しないのが、今年こそはと思って断捨離をしたんですが、はいはい、ほとんど捨てれなかったっていう結果。もうね、それそういう人多いよね。あ、これもとか言って、思い出振り返るんです、あの時間になっちゃって、そこをねぐっとこらえて捨てなきゃダメなんだよね、多分ね。捨てれないなっていうあれですけど、まあでもちょっとはすっきりしました。はいはいはい、すっきりして、マサさんとかって普段から綺麗にお掃除とか、まあ、されるタイプなんですか？僕はね、だいたい土曜日とか日曜日の朝、はい、自分の部屋だけじゃなくて、うちの中の掃除機かけるんですよ。それ毎週ですか？毎週だいたい週間、だいたい、週間、あら、すごい。で、掃除機をかけた後、あのクイックルで、はい、あ、一応やって、それをやるようにしてます。あら、であとは例えばこうやっていろんな会に出たりしてると、こう書類とか印刷物がだんだん増えてくるでしょ、やっぱりあるんですね、紙ね、データ。やっぱりね、ある程度は貯めてるんだけど、あ、これやっぱり使わないなとか、もう見ないなっていうやつはだんだんやっぱり処分していきます。あ、そう、楽譜もマサさん処分したんです、私。あら、いいの、楽譜は。もう命じゃないの。そう、命だと思って今まで捨てられなかったけど、データ化に今なってるし、楽譜は処分できて、他はな、何が処分できなかったのよ。なんかね、あ、手紙とかダメなんです。あの生徒さんのもう OK とか、ね、ちょっとしたなんかもらい物の、なんかこうちょっとメッセージとかっていうのがダメなんです。スキャナーで取り込んで、もうデジタル化して取っとくしかない。そうですよね、もうね、なんかね、あーと思って読み返したりとかして、でまたしまうみたいな。もうだんだんあのデジタル保存がだんだんもう主流になってきますから。そんなね、手書きでもらうことももうなくなってきてるじゃないですか。そう、まあ、ただね、ただやっぱりこうやってなんかこうね、どうしても会議やったりとかっていうと、出てくるじゃない、必ずね、印刷物でね、まあそんな感じと。そうですね、旅行、まあおせちも食べたし、まあ、あの初詣はあの地元の氏神様という高輪神社に行きました。あと大きいところは、そんなにかなっていう感じ。そんなもん、まだ、はい、行ってないです。これから、これからって言って、まあいいよ、これからだって。もうね、僕はほら、毎年元旦1月1日に成田さん、はい、家族みんなで行くんだけど、もうね、今年はね、びっくりするぐらい混んでて、いつもね、止めてる駐車場が
駐車場やめちゃって、あら、なので途方に暮れてしょうがないから成田の駅前のイオンに車止めました。無料なのよ。で悪いからさ、ね、帰りにそこでお昼食べて、え、買い物な、残念以上買い物しなくても無理、すごい、もう特別なんじゃない、だからその、あ、その日が、うん、多分ね、あ、で、ただ成田の駅前のイオンに止めると、ね、成田山の本堂までね歩いてね、どうだろう、15分20分ぐらいかかるかな、20分ぐらいかかるかな、いい天気だった、そうそうそう、いい天気だったんだけど、でうちのほら、あの父を連れて行ったんで、はい、したらね、めちゃ混んでんだよ。あ、もう俺が、私があの今まで行ってきた何十年の中で、うん、こんな混んでんの初めてっていうぐらい混んでて、うん、もう山門に抜けるあの山道、うん、もうずっと混んでて、うん、もうずっと並んでたんだけど、ね、山門、最初の山門をくぐった時に、うん、あの足の悪い人とか、うんうん、乗るエレベーターがある、うーん、その張り紙をね見つけたの、うん、そう、これってうちの父、うん、あのほら、まあ、身体障害者じゃないんだけど、うん、あの尿にあの 尿がねほら自分でできないので、うん、尿バッグを持って歩いてんだよ、うん、カテーテルがついてて、うん、なのでちょっとあのちょっと足もねちょっと悪いし、うん、休み休みじゃないと行かれないんで、このエレベーター利用していいですかっていうふうに、なんか係の人みたいのがいたんで言ったら、うん、あ、どうぞどうぞこちらです、ご家族の方もどうぞって言われたんで、これはええと思ってでエレベーターをね1台2台乗り継ぐと、なんともう一番最後めちゃめちゃ混んでるあの本堂のね、はい、階段上がって上がりきったところにあるその本堂の正面のあの賽銭箱の隣に出んのよ、エレベーターの扉が、そんな、うん、もう開いたらもう本堂のその賽銭箱の横に出るわけ、うん、でもそっからさやらしてもらって、うん、そうでまた、エレベーターで帰ったらね、こうよかったわ、 あれね、まともに並んでたらもう1時間ぐらい並んだと思う、多分、あ、そういうちょっとラッキーしちゃいましたよ、あら、皆さん覚えておいてくださいでちょっとそういうね、そうそうそう、お父様とかもね、うん、一緒にっていう思いと、来年はだから車椅子持っていこうかなと思って、うん、あ、今思い出したマサさん、あのなんかマサさんの話にも年末聞いたから、私は年末に穴神社行きましたよ、早稲田の、あ、穴八幡ね、穴八幡、穴八幡、八幡一応来福っていうね、はい、あれあれ買ってきて、買った、ちゃんと買って、そうそう、あの20、あの変わる時に、そう、あの変わる時か、もしくはあの節分までにある、そうですよね、うん、それはい、なんかね、いいというふうに聞いて、ご利益があるという、まあご利益がありそうなものは何でも取り入れましょう、そうそう商売繁盛、そうなんです、そうそうそう、だからね、そうそうそう、ね、そうそう、聞いて、そう、ピアノ教室もね、商売繁盛、はい、はい、ということでね、な感じかな、うん、でもまあ、 特に大きなアクシデントもなく、うん、無事に幸せに過ごせたので、正月、うん、は、はいはいはい、うん、まあね、ちょっと地震とか、ちょっとそういう事故とか ね、 ね、 ちょっとね、ニュースは ね、 ねちょっとあのなんか悲しかったんですけど、残念だね、本当にもう、まあ、これから皆さんね、うん、復興に向けてまた、ね、はい、何かお力になることがあったら、まあ、何かの時にね、またね、寄付ですとか募金とかね、はい、そういうのを ね、 そうですね、活用させていただければなと思いますので、皆様もね、はい、多少なりともその善意をね見せていただければと思います、うん、皆さん助かると思いますよ、うん、ね、被災地の方々、はい、私は早々にフリーズドライの即席味噌汁を現地に、うん、持って行ってもらって、ああ、直接あの避難所に行く方がちょっと私の周りにいたので、うん、その人に預けて持って行ってもらいました、うん、ということでね、うん、あ、そうそう、年末といえばほら、紅白見た？紅白見ます、ちょっと見ました、見たんだけどさ、なんか私よくわからない人たち、わけのわかんない人たちもうすいません、こういう言い方しちゃいけないんだろうけど、いや、もう世界、知らない人ばっかり、時代というか、じゃあもうね、はい、そう考えるとさ、うん、ね、ほらいろいろ、ほらジャニーズでいろんな問題があって、ジャニーズの人たちはあんまり出なかったけど、出なかったけど、はい、やっぱ知ってるよね、ジャニーズ、うん、そうですね、
だからそうなんですよ、彼らがいないだけでこんなに知らない人ばっかりになっちゃうのかなと思って、うんうんうん、紅白ね。でも全然知らなかったのがさ、全然知らなかった人の中でね、ちょっとなんかこの子たち癖になるなって子がいて、推しめちゃ新しい学校のリーダーズ、あー知ってる、あの首振りダンス、ね、はい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 、はい、大人ブルー、はいはいはい、あれがねちょっと、ね、頭の中に住み着いちゃって、毎日 YouTube で見てる俺、あら毎日見てる。だからやっぱりそういう紅白で、うん、そういうアドルグループを新しく知って、そうそうそう、またファンになる方が いらっしゃるから、紅白ってやっぱりすごい影響が大きいですよね、うん、だよね。だってほら、うん、ライブね、同じライブにしたってさ、うん、あの単独でライブやれば自分たちで何曲も歌えるじゃん、うんうん、紅白は1曲しか歌えないよね、1曲ですもんね、うん、だから結構な印象を与えないと視聴者の皆さんにもね、うん、心に残んないだろうね。でもそういう感じの人たちが増えてきたのかな。うん、なんかちょっといるよね、うん、あの。顔を出さないで歌う人が。そう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 。アドさんとか、ね、アドちゃん、そうですね。ね、影で。そうそうそう。いろいろね。ということでね、皆さんは、年末から年始にかけて、いかが過ごされたでしょうか、うん、ね、今年もねいい年になるようにね、この番組もね皆さんのためになるように、はい、進めていきたいと思いますので、今月もね皆さん聞いていただきますようよろしくお願いいたします。お願いします。綺麗、気持ちいい、心地いい、住まいから笑顔を作り出す宝工機は、そんな住まいづくりのお手伝いをしています。25年間積み上げた技術力とサービスで、ハウスクリーニング、定期清掃、植木のお手入れからリフォーム、水のトラブル、ゴミの撤去、蜂の巣駆除まで、お住まいのお悩みなら何でもご相談ください。高い品質、良いサービス、宝工機。メロワークスは東京、埼玉、神奈川を中心に関東で50店舗のカラオケボックスを経営しています。全店ドリンクバーが無料でつき、地域最安値を実現、一人カラオケも大歓迎、子育て世代にも優しい特典があります。大手カラオケボックスにはない温かさで皆様のご来店をお待ちしています。お客様に廉価で楽しい時間と空間を、それがメロワークスのモットーです。けいこの音楽豆知識コーナー、はい、今月もやってまいりました。けいこの音楽豆知識コーナーでございますけれども、はい、ちょっとけいこ先生、今月は質問からスタートさせていただきましょうか。なんでしょうか、マサさん、はい、ですね、まあ、伊豆谷さんのけいこ先生のコンサートとかでも見かけたんですけれども、はい、あの普通ね、ピアノ以外の楽器の方って、はい、譜面台をこうに譜面ね、楽譜が置いてあって、はい、自分でめくられてるたりするでしょ、はいはい、ところが、はい、ピアノの方は、はい、譜面をめくるためだけに横に座ってる方がいらっしゃる、はい、場合がありますよね。譜めくりすと譜めくらと言います、ね、あの方々はどういう方がやってたりするんですか。あのです、うん、やはりピアノの楽譜が分かってる方なので、はい、まあ、じゃないと、はい、そうだよね、どこまで弾いてるとかっていうのが分からないと、分からないと、ただ30秒に1ページずつめくってるんじゃないもんね、じゃないんで、ちゃんと追いかけられる方、はいはいはい、あとタイミングとかやっぱりそういうのがちゃんとできる方じゃないと、うん、まあ、信頼して預けられないので、うん、まあ、ピアノ弾く方とか、うん、あと楽器にもそういう譜面を見れることができる方にお願いしてますね。で、まあ、他の楽器の方は、まあ、まあ、バイオリンとか、まあ、他の楽器も、まあ、こう吹いてて、うん、まあ、どっちかが
めくったりとかする余裕もあったりするんですよね、はいはい、単線なので、ピアノって両方なので意外と、そうだよね、あのもちろんその譜めくりをしな、あまりしなくていいように、まあ、製本というか自分なりにする場合も多いんです、うん、その方がいなくて頼まなくていいので、うん、ただあまりにも譜面がもう奏譜とかってスコアを見てやってる場合が多いので、アンサンブルだとピアノの場合はそうすると、あの1枚があっという間に終わっちゃうんですよ、その段が。あの他の方は自分のパートだけっていうか単線の、まあ例えばバイオリンだったらトーン記号だけだったら1枚に何段もかけるので結構長い間埋めくりするで、あの頻度が違うんです。あのピアノは結構スコアっていうか、ピア自分とメロディーだったり色全部見ながらやってるんで、他の楽器というか、まあ、例えばクラリネットだったら、はい、自分の吹くところだけが書いてある、はい、書いてあるんです。で吹かないとこはこうなんか、そう、あの休みって言って休みみたいになってる、そう、5とか。なるほど。ピアノってずっとなので忙しいのと、うん、もうあっという間に終わあれなので、もうどん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 増えくりしちゃう、あのしないといけないということで、もうあのお世話になる方が安心だったり、まあ、うん、今ねちょっと現代で私はちょっとまだ慣れないんですけど、あの iPad みたいにして踏みくりを自分で足で踏んでピッてめくるようにする方もいらっしゃるんですけど、ピアノって両手にペダルも右も左も使うんで、ね、ちょっとそこがあーってなっちゃったりとかするので、まあ、まだやっぱり譜面をやってもらう方がすごい必要になることが多いかなと。なんかこれだけほら、あのいろんな AI だのなんだのがいろいろ発達してるから、はい、なんかもうちょっとできそうだよね。そうなんだ、なんか目でやったらこうめくるとかっていうのもあるんですけどね。 あと私はねやったのは、あのすごい、あの、まあ、前 の、 あの今弾いてるところも何とか見ながら次をめくってほしいって思っちゃうので、はい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 、ちょっとこう重ねるような感じで。遅れたらダメだもんね、だって。そうだ、あの遅れて、そうなんです、そうなんです。そのねタイプによるんですけどね、先に早くめくってほしいっていう方もいらっしゃれば、ちょっと遅めとか、うん、そのタイミングもよったりするので、まああの4段あったりしたら2段を残して次2段をめくれるように iPad とかそういう操作ができるんですよ。うんうんうん、全部1枚ずつめくるんじゃなくて、はい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 、でもそれがもう操作がなんかうにがやってなっちゃうと、もう戻ったりなんて、何どこかわかんなくなっちゃったりとかって大変なことになっちゃうので、まだまだ。の置ける方が紙でめくってくれた方が間違いないんだ。そうなんです。だからあのね今日のねあの初めの前説でも紙が必要で、紙がっていうけど、うん、やっぱり紙がねやっぱ安心かなとか思っちゃうこともあります。なるほどね。さようでございますか。そうなんです。だから踏めくりスト、私はあの中村ひろ子さんで、うんうん、あのピアニスト の、 あのバイトでやりましたね、踏めくりをね。なんかやっぱピアノ弾ける人とか。うん、っていう感じで、はい、そうだよね。そうでほら例えばね、他の楽器って溜まった唾を出したりもしなきゃいけないかったですね。そうですね。それもあるから、いろんなこう時間がやっぱり なんていうんだろう、大変だよね。そうですね。なんていうの、こう自分のほら休みの時に捨てられればいいけど、休みじゃない時に捨てなきゃいけないぐらい溜まっちゃったら どうなっちゃうんだろうね。でもなんかね、でもまあ一曲でも、まあ、あの絶対その無伴奏ってあんまりないんで、うんうんうん、ピアノの感想とか、そうか、そういう時にね、そういうのもでやってらっしゃいますよね。ソロっていうか、はいはいはい、あのの場合でも、うん、でまあ、あのやっぱりその譜面も 2,3 ページあれば、うん、結構一曲管楽器はね、それがどうしてもね、そうなんです、あるからね。そうなんです。だからその辺の長さですね。なるほど。ということでね、やっぱりあのこう昨日置けるピアノのことを熟知した踏めくりストの方にお願いするのが、そうですね、いいようでございますね。あのリハーサルもちゃんとね、うん、いていただいて、うん、っていうことで練習も必要になってきます。そうだよね、そのめくるタイミングとかもね、はいはい、あらかじめ合わせておかないといけないんでね。そうなんです、はい、知らない曲だとね、はい、ということで全然そういうの知りませんでしたけれども、いえいえ、皆さんね、そういうこともちょっとこう加味しながら、見ていただくと、またそれはそれで面白いかもしれないですね。そうなんです、あの舞台にもね、うん、出ていくタイミングもね、踏めくりの人後で出ていったりとか、ちょっとね、はい、ピアノ の、 あの蓋に隠れたりしてね、いろいろと気を使うね、すごい重要なポジションでございますので、皆さんそこの点もあいるな今日はみたいな感じでちょっと見ていただくと、また別の面白さがあるのかなと思います、はい、よくわかりました。恵子先生、今月もどうもありがとうございました。いえいえ。
それでは今月のゲストコーナーに参りたいと思います。今月のゲストはなんと中高年のアイドルための中高年のためのアイドル、ごめんね、中高年のためのアイドルというねキャッチフレーズをお持ちのかすみさんでございます。どうもかすみです。はじめまして、よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。ようこそ。一応歌手ということでご紹介させていただいてよろしいでしょうか。はい、はい、歌手をしております。はい、はい、ちょっと先に聞いちゃおうかな、うん、はい、この中高年のためのアイドルというのは、はい、誰が名付けたんですか。これはですね、うん、まあ私アイドルに18歳ぐらいの時に、はいはい、ホリプロスカウトキャラでね、はい、知ってます。全国ホリプロスカウトキャラアイドルをやりたかったんですけれども、はい、できず、うん、で、まあ、今から自己紹介をね、はい、させていただくのとちょっとかぶっちゃうんですけど、うん、まあ、どうしてって言われるとファンの方が勝手に中高年のためのアイドルだねって言われて、ということは それいただきと思って Facebook とか、そうです、 Twitter とかそういうところの発信みたいな感じですか。最初に Facebook 発信で始めたんですね、歌手を、はいはい、でライブをするじゃないですか、はいはい、でその集客のために一生懸命 Facebook をアップして、やりましたよね、うん、宣伝、自分を宣伝して、はい、でそのファンの方が見に来てくださって、うんうんうん、で私を見て、まあ、アイドルだなと思ってくれたみたいなんですよ。いや、でもアイドルだなと思うよね、うんうん、ありがとうございます。アイドル以外ないよね、本当だよね、はい、嬉しい、はいはい、という、あ、そうですか。だから多分中高年のためのアイドルっていうキャッチフレーズは私がパイオニアだと思います。だね。じゃあ誰、そのなんとなくこう皆さんがつけてくれたやつをもうそのまんま採用しちゃったみたいな。はい、そうです。なるほど。でもそうなんですよね、原めぐみさんにしても、うん、まあ、松田聖子さんにしても、まあ、そうですよね、今の年齢になると、うん、もうファンの方も中高年になっているので、はい、きっと、まあ、そうなんでしょうけども、あえて、はい、はい、ということでちょっとね、簡単にかすみさんのプロフィールを私こうせっかく本人に作っていただいたんで、ご紹介させていただきたいと思います。かすみさんはですね、京都出身でございまして、先ほど打ち合わせの時にうちの伊豆谷と京都の話で盛り上がってましたけれども、はい、ね、ローカルの話で、はい、18歳の時に全国ホリプロスカウトキャラバンで女優としてスカウトされ、元ホリプロダクションの所属、後に得意のダンスで舞台女優、ミュージカル女優として活躍、西城秀樹さんの舞台で知り合った大久保春信との結婚を機に引退、夫大久保春信は屁こきましたね、あ、懐かしいとっても馬並みをヒットさせたメンズファイブのキーボード、うん、ピンクフロイドトリビュート、これ原始シンボボーデンですよね、はい、原始シンボのキーボードなどをされておりました。で、タじゃなくてされてます、はい、実は私去年一昨年ぐらいでしたかね、はい、恵比寿で、はい、この番組にもゲストにお越しいただいた歌手の宮子さんのライブにね、はい、行かさせていただいた時に、その時にキーボードをされてたのがなんと旦那さんの大久保さんだったんですよ。そうです、ね、はい、びっくりしました、はいはい、ということで、大久保春信が音楽プロデューサーとなり、アイドルかすみを支え、東日本大震災をきっかけに再デビューされたということでございます、はい、それまではちょっと一時休業みたいな感じだったんですかね。はい、まあ、主人と結婚して、はい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 、もう普通の主婦に。あ、なるほど。それって何年ぐらい、うん、だから、31歳の時でした、はい、あ、じゃあ割とですね、まあまあ、はいはい、そこそこの感じなるほどね、あ、そうですか、はい、で、現在は毎月のライブ活動や
年に2回のラドンナ原宿でのライブなど、いつもねラドンナ原宿のライブはいつも満席になるそうですよ。すごい、うん、ありがたいです。すごい人気のあるねアーティストさんとして、はい、もう本当に有名でございますので、はい、ありがとうございます、はいはい、あとはね、はい、FM 湘南ナパサで、はいはい、霞のミュージックストリームという番組を毎週水曜日の夜10時から放送中でございまして、はい、こちらのねパーソナリティをされておるということでございます。はい、冠番組です。すごい、素晴らしい、ありがとうございます。私が言おうとしていた自己紹介を全部言ってくださいまして、ありがとうございます。こちらこそ、はい、で再デビューというか、はい、再活動をされてから、大体どうだろう、主にどういった活動をされていらっしゃいますか。はい、その、うん、どうしてそんな気になったかっていうところなんですが、はい、311の東日本大震災をきっかけに、はい、うんうん、まあ、普通の主婦だったんですけどテレビでね悲惨なのを見て、うん、でその福島の方の方々が結構なお年寄りの方がね、うん、これからこの町を僕たちの力で再建してきますって、なんかすごい強いオーラっていうかキラキラして見えたんです、はいはいはい、で私はなんかぼーっと生きていて、うん、ぼーっとしてるんじゃないよって言ってチコちゃんに怒られそうなそんな生き方をしていて、なるほどね、で、あ、これじゃあ私生きてるのに何してるんだろうと思って、うん、でまあちょっとでもいいから人のお役に立てたりすると素敵なことだなっていう思いで、うん、でまあ何でもよかったんですよ、はい、お仕事は、うん、でまあいろいろ考えたけれども今までの経験上そのステージとか歌って踊ることが一応ねお仕事で、はい、させていただいてたので、はい、そういうことしかできないじゃないですか、うん、車の免許ぐらいしか持ってないんで、まあ、タクシードライバーになるわけにはちょっと危なすぎるとか、ね、でパッと気づいたら周りにその音楽をする環境が整っているわけですよ。そうですよね、主人がいるし、そうね、だからじゃあコンサートしたいのって言ったらもうすぐにそのメンバーが揃っちゃってで曲を作ってくれる人もいたり、もう本当に整っているから、じゃあ私歌手になりますって家族の前で宣言したんですね。やっぱでも宣言しないとやっぱり踏ん切りつかないですもんね、どうしても。宣言したんですけど、はい、家族はふーんあれそれはもういや、まあ、いつも、まあまあ、まあもう当然だなと思ったのかもしれないですね。いや多分続かないだろうみたいなそんなとこだと思うんですけど、ふーんって言って、なるほど、でまあ走り出しましたら、はい、ちょっとお病気が見つかって乳がんが見つかって、でもその先にはコンサートがもうデビュー再デビューコンサートが決まっていたりして、ね、でもそれがあったんでその辛い思い怖い思いとかも乗り越えることができて、はい、なるほど、ね、はい、だからもう始めてよかったなと思って、はい、でまさかねこんなにもう13年目になるんですよ。そう2011年ですもんね。はい、そうなんです。そうかそうか、2011年の12月に再デビューだったので、はい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 、約13年目に入りまして、うん、こんなに長続きするとは誰も思っていなくて本当にふーんって言ってた。ひょっとしたら一番びっくりされてるのがご主人の大久保さんじゃないですか。まあ私かもしれませんよ。本人がね、本人、そうだね、そうだね、一番びっくりするかもね。本人、はい、こんなになんかあっという間でしたけど、うん、なんか まあまだもうちょっと走り続けられそうかなっていう感じで頑張っています、うんうん、なるほどね。つい先日もね、私がほらいつもご一緒させていただいてる原めぐみさんのね、うん、BS11 の、ソングステーションというね、はい、あなたに届ける音楽会っていう番組の中の原めぐみのソングステーションというね、うん、新しいコーナーが去年からできまして、うん、で僕が第1回、うん、記念すべき第1回の時に私出させていただきまして、さすがで霞さんがこの間ね収録されているので、はい、多分3月ぐらいに3月の10日っておっしゃってました。3月10日日曜日の朝4時半の
そのあなたに届ける音楽会の中で放送されますね、はい、じゃあね。はい、そうです、はい、皆さんよかったら見てください、ね、ちょっとお休みの方が多いでしょうからビデオに撮っていただいて。そうですね、はいはい、4時半だからね、はい、まあ、でもあの 早起きしてね、うん、見ていただいてちょっと外を散歩しでもしてね、日曜日だからね、いいかもしれないですよね。私はね寝る時間なんで起きてますなるほど、ね、早く寝たいんですけどね、いつもそんな時間に寝て皆さんが起きる時間に、夜もそうなんですよ、ね、お風呂上がっていっぱいですね、いわゆる。もうでもそれが毎日なので、なんかそれがサイクルになっちゃってて、もうじゃあ直せないですね多分ね。もう正月が来ると必ず、はい、もう今年こそは2時半までに寝るって思うんですよ毎年。でも今年はもう諦めました、もういい開き直っちゃって、もうね、もうめぐみさんと一緒、一緒一緒、めぐみさんもそうなんね。あ、そうなんですか。そうなんですよ、話聞いてるとね、何時まで起きてんのって。でもね、なんかその夜中ってさえません、うん、そう、なんかね、なんかいろいろやっちゃうんですって、やっぱり。あとお風呂の中とかって、うん、すごくアイデアが湧いたりしません、うんうんうん、そう、今からっていう時に寝なきゃいけないっていうような時間なんですよね多分ね。これからがこうどんどんこうなんかやりたいのにって、普通の皆さん寝る時が、ね、美容にとってはもう最悪な、はい、うん、感じなんですよ。そうか、美容にとってはね。そうなんです、うん、私お正月ね、インフルエンザデビューしたんですよ。デビューっていうことは今までなったことない、なったことなくて、で29日、あれ12月29日にやばいじゃないですか。え29、30、31、2日ぐらいまでほら外出禁止とかって言われませんでした。そう、そうですよ。あ、12月ね、うん、12月29日にギリギリお医者さんを空いてるの見つけて、うん、あ、そうかそうか、そう、それでお薬いただいたら、はい、インフルエンザ A って言われて、でそしたらもうひどいですね、インフルエンザってきついですね、うん、きつい。それで40度まで上がりました。熱が、あのなんとかリベンダー、あのあれは僕はもう2回になってるんで、そういうのはなくて、ただもう普通に飲み薬を1回分しかくれないの、でそれだけで治ったんですけど、とにかく寝ました。熱出てる時、うん、体痛くて起きれなくなかったんですか。痛くはなかったんですよ。僕の時は痛くてどうしようもなかったんですよ。節々が痛くなりますよね。 それもなく、ただ高熱が出て、そしたらねすごい寝るんですよ、うんうん、もう眠り姫になっちゃったのっていうぐらい、寝るしかないか、もうグー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 、体力っていうか、そう、治そうと体がしてるんですよね。 そしたらねお肌がパンってなったの、で、あのご存知ですよね、38度とか9度とか、うん、高熱を出すと一旦体の中の外細胞が死滅するんですよ。で、あの高温度がね、温度が高いから、でだからリセットされたんでしょうね。ほら、がん細胞って毎日発生してて、自分の免疫で殺していくっていうのがあるので、その40度も出ちゃったもんだから、今までそんな高熱出したことなかったんで、うん、なんかリセットされた、本当にお肌バンってなったの。ちょっとそれは嬉しかったけど、また数日後には戻りましたけどへえ、そんなことがありました。あらららら、まあ大変だったけど、まあ、ある意味ちょっと良かったこともあったっていうことですね、はい、そうですね。で今もう元気だから良かったし、インフルエンザもね、そういうのに なってないと、すごいなんか後で後遺症とかある方もいらっしゃるので、うん、確かにちょっと喉の調子はあまり優れないかなとは思いますけど、うんうん、でもまあ思ったよりは大丈夫でしたね、はい、はい、今あの歌の方をね、はい、ライブされたり、はい、いろいろされてると思うんですけれども、これからその例えば歌以外のこととか、いろんなことになんかチャレンジしようかななんていうこととかはありますか。今後やっていきたいこととか、まあ、いやそれは歌でも結構なんですけど、 歌ですね。で、1ヶ月に1度ぐらいのペースで、はい、今コンサートさせていただいてるんですけれども、はい、まあこう13年目に入りましたし、毎年同じようなライブ会場で同じようなっていう、うん、まあ、いろいろね、構成演出自分でするんで、はい、ラドンナ原宿を
船上に見立てて、うん、船上コンサートみたいな船、はい、なるほど、放送でドラをガーンって鳴らして出航ですって言って、うん、はい、やって皆様をこう世界中にご案歌でご案内したりとか、なんか本物の船でも良さそうだね、うんうん、はい、そうなんです、実はここに来る今日、はい、お昼間、はい、シンフォニークルーズに下見に行ってまいりました。そうですね、そうだからもう13年目に入るので、いつもとは違うコンサートスタイルをしたいなと思って、あのまずはお船の上でね、素敵ですよね、ディナーショーできたらと思って、でちょっと下見に行ってまいりました。なるほど、これはなんかちょっと期待が持てますね。ぜひ来てください。はいはい、はいはい、と二回編でしたっけ。はい、そんな感じでね、はい、あのまあちょっとずつですが、うん、マイペースで前に進めればなっていう感じですね。はい、わかりました。なんか恵子先生聞きたいことあります。いやなんかあのよくねアイドルの方って。うん、ずっとアイドルでいなきゃいけないっていう、そういうなんかあの、ね、あの努力をいろいろされてると思うんですよ。はい、あすみさんにとって今思うその、まあ、努力っていうふうに思ってないかもしれない、もう自然にできてらっしゃるかと思う、なんかありますか、3か条ぐらい教えてほしいんですよ。あの、ね、この意地をするというか、そのキラキラ感、ね、あの歌手になるって宣言した時に、はい、ダイエットしました。ダイエットして7キロ痩せました。やっぱ7キロ痩せない、今じゃダメダメっていうか、今よりはやっぱり痩せない、痩せた方がいいと思った、思った、その時にアイドルするんなら痩せなきゃと思って、まあ、決して太ってる方じゃないんですけれども、うん、と思うんですよね、7キロ痩せて、はい、それはね、まあ、私寝るのはやっぱ遅いじゃないですか、うん、だから11時以降は食べない、だからきっと普通の人だと 9時とか8時以降は食べないっていうのをやれば、多分あの運動はずっとしてたんですね、うん、フィットネスクラブに通って踊ったり泳いだりしてたんですが、それでは痩せないんですよ、かえって太ったりなんかして、うん、あの運動するとお腹が空くんで食べちゃう、食べちゃうんですよ夜になると、うん、それをちょっと我慢して、そしたら半年かけて7キロ落としたんですよ。でもやっぱり13年でしょ、うん、やっぱり増えますよね、こう年齢とともにね、だからその目標の体重には今はもうなってない、増えちゃってってるんですけれども、数キロ、まあ7キロは増えてないんですけど、うんうん、まあ2、3キロ増えちゃってるんですけど、いやいやいや、そうね、でもなんか理想的な感じだよね、そうですか、健康的で、すごい全然ギスギスした感じもないし、うん、ね、本当ですか、可愛、うん、らしい、ね、すごく可愛らしい、だろう常にあの痩せなきゃ痩せなきゃって思ってるんですよ、やっぱり思ってるんですか、思ってるんですよ、え、じゃあ食事お昼とかなんか食べるときにそうと思っても我慢、すっごい食いしん坊なんですよ、え、じゃあよく食べる方ってことですか、そうなんです、だからもう動くしかないんですよ、食べたのをなかったことにするしかないから、だからさっき言ったスポーツでやっぱフィットネス、水泳とかもされてるっていうのも、そうなんですよ、だから動いて消費してなかったことにして、で、うん、でまた食べてっていう、だからあんま減らなくなってきちゃって、いやでもね、食べるってことは健康的なことだし、そうですね、やっぱり食べないとね、食べないとね、エネルギーが出ないと思うので、そうですね、あともう根っからですかね、可愛いものが好きで、もうぬいぐるみとか抱いてまだ寝てるんですよ、ミニオンが好きなんです、あー、もうミニオン大好きで、あの目のこういうやつ、黄色い黄色い丸い、あれがお家にいっぱいいるんです。ちょっとそれ今度あの見てみたいですね。今そんな気ないですよね、ミニオンさん、なんかね、あの全然なんか全然ない、もっとなんかなんだろう、シックな感じの、シックな感じだし、あとリボンとかなんかそういう。イメージで、そのね、はい、ユニバーサルスタジオに行くときはミニオンになっていきます、ここにあのグラスつけて、はい、あらミニオンの T シャツ着て、なんか このまま歩いてたら普通にナンパされそうだもんね、さすがにない、ね、いやいやいや、でもなんか、はい、そういうだからやっぱり自分が好きなものを身につけてるとやっぱキラキラするってことですかね、キラキラも好きだし、ときめき、なんだろう、ピンクも好きだし、うん、なんかまあ元からなんかそういう可愛いものはすごく
で素直に好きって言えるんですよね。それも大切ですね。言えない人っているじゃないですか。そうですね、ちょっとカッコつけちゃったりなんかして、うん、本当は好きなんだけど言えないみたいな。私結構何でも言っちゃえるんで、うん、素敵ですね。あのなんかね、あの公演で、あの1ヶ月公演とかで舞台あるんですけど、うん、役者さんとかダンサーとかって、まあ、たまに飲み会とか、はいはいはい、お食事会とかで、うん、で西岡徳馬さんご存知ですか？あ、はい、存じ上げてます、ね。はい、西岡徳馬さんがいらっしゃって、蜷川幸雄先生 の、はい、あの舞台だったんですけど、うん、そしたらあのみんながダンサーとかその役者さんが今日カラオケ行きたいよねって言うんですよ、はいはい、でうんって言った、かすみちゃん徳馬さんにカラオケ行こうって誘ってきてって言うんですよ。私って言って、かすみちゃんなら大丈夫だよって言って、で楽屋まで行って、はい、徳馬さん皆さんがカラオケに行きたいって言ってます、連れてってくださいって言ってそれ毎日のように、もう徳馬さんギャラなくなっちゃうよ。だって 2,30 人行くんですもん。え、毎回行かれる、そう言ったらいいよって言って、そうお断りしないの。だからもう今月はお祭りだなって。カラオケボックスじゃないですよね。あのなんて言うんですか、ちょっと広いあの、あそういうお店ですよね。当時ボックスってあったのかな、わかんない、まあ、広い、うん、なんかカラオケカラオケスナックとかラウンジみたいな感じのところですよね、多分ね、まあ、スナックみたいにそんな綺麗なとこじゃないけど、なんかこうパーティールームみたいな感じでカラオケがあってみたいな、はいはいはい、そういうところに連れてってくださって、一緒にデュエットしてくれるんです。いや、それはいい経験ですね。はい、もう原田大二郎さんとか皆さんが遊びたいそうですなんかそんな役回りでした。でもそういう役回りができたから、できるんです、みんなが ねそれをねやってきてって頼ん、なんだろう、頼みたいというか、なんか、うん、で私も行くんですよね、うん、嫌って言わないで、そう行けるところがすごいね、すごいね、なんかいい思い、若い頃だしまだいい思いさせていただきました。はい、はい、何かいやもうだからそういう、なんだろう、自然に可愛い感じがもうわーっと出てるから、皆さんこれね声だけでね残念です、あの本当に実際生で会ってください、生かすみさんに会いにライブに行ってくださいっていうことを思いました。ぜひぜひお願いします。後でね、あのライブのご案内とかもね多分してくれると思いますので、それも楽しみにしていただきたいと思います。さてさて、あのね、いつもこのコーナーのね、はい、一番最後に、はい、恵子先生からゲストの方にね聞いていただくことがございまして、はい、でそちらをねちょっと、はい、聞いていただきたいと思いますんで、はい、先生お願いします。はい、あのこのラジオのタイトルで正人恵子の音楽日和という番組の、音楽日和というのは私が、まあ、あの本当に10年前ぐらいに書いた音楽日和という本がありまして、はい、の生活の中に音楽を取り入れてほしいという、うん、そういう思いの本なんですけど、その中に音楽もではなく音単体で、あの幸せの音っていう言葉が出てくるんですが、はい、かすみさんにとって今幸せの音は何でしょうか？はい、はい、もうそれを質問をいただいた時に、うん、もうすぐ私はその音が持ってたんですよ。すごい、すごい、はい、それはですね、ティーポットからカップに注ぐお茶の音です。わ、はいはい、かります？だから初めの、あでも初めから音が変わる、ジョロジョロジョロって出る出る出る、あの右京さんみたいな、あそうそうそういや、あんなに高くはできない、ちょっとできないですけども、その音を、うん、要するにあの一日の終わりに必ず、うん、あの飲むお茶がありましてね、はい、それも健康とか美容の秘訣。ちなみに、ちなみに何茶ですか？いいですか、はい、ね、スルッとソウ茶っていう名前なんですけど、スルッとソウ茶で、あのそう茶っていうのは痩せるお茶って書くんですけど、痩せるのそうね、送信のそう、はい、痩せるお茶って書くんですけれども、これを毎日
ティーポット1杯分だからマグカップだと2杯分ぐらい、はい、500ミリぐらいは飲んじゃう、はい、それを、うん、あのスイーツと一緒に夜中なのにスイーツをお供にそれをいただくんですよ。でそのねお茶のお話していいですか。どうぞどうぞ、はい、もうすごかったんです。私、はい、あの毎日お薬を飲まないとあまり快適にいかない人だったんですよ、はいはいはい、うん、でそのお茶をサンプルでなんか母とかがなんかもらってきたのがあって、うん、で飲んだらすごい美味しかったんですよね、はいはい、だ次の日の朝になんかあれってなってスルッといったわけですね。そう、それでもしかしてこのお茶のせいと思って、うん、で買ったんです、はい、そしたら本当なんですよ、うん、へえ、そんなに効き目がすぐ、そうなんです、スルッとそうじゃん。そう、それで1キロぐらい体重が落ちて、でもう毎日快適でしょ。だこれはいいやと思って、もうこれは手放せないと思って、うん、もう愛してやまなくてでもうその会社アカシアの木っていう広島の会社なんですけど、そこにファンレターを送ったんです。すごい、やっぱりすごい。そうで、そのスルトショータの箱を持って自分で写真撮って、はい、もう大好きですって、これがないと生きていけませんみたいなことを書いて、はい、で送ったらお返事が来まして、でまあ、一応アイドルで歌歌ってますみたいに言ったんで、うん、そしたらあのそのお客様に配る小冊子、うん、季節ごとの小冊子に、ね、はい、いろんな愛用者の方が載ってるんですけど、うん、そこにぜひかすみさんのページを2ページ作りたいっていうふうに言ってくださって、で取材に来てくださって、で載せてくださって、うん、でそしたらご縁がつながったんで、広島からわざわざ私のコンサートに来てくださ、4、5人ですごいよね、毎回来てくださるようになって、で今でもご縁がつながっていって、でまた来月、はい、あのかすみさんのこの間コンサートをねラドンナでやったんですけど、12月に、はい、その時のコンサートの模様と、はい、あのまた取材を載せたいんでよろしいですかって言ってくださって、そうなんです。まあでも私アイドルなんでおトイレは行きませんけど、なるほど落ち着きです。ちなみに、一緒に食べるスイーツは何が多いですか。チョコレートが好きなんですけど、チョコ系の、まあ、あのケーキだったり、はいはい、あのババロアだったり、うん、まあ、いろいろ、うん、でもマカロンが一番好きですけど、マカロンはちょっとお高いんで毎日は食べない。へえ、かわいい。なるほど。あ、じゃあその大好きなお茶と、はい、まあ、お菓子とか甘いものと、お茶がね本当に美味しくって、なんかそうこういうお茶って癖があって飲みづらいことが多いじゃないですか、うんうん、なんかねほんのりリンゴのテイストで、すごく飲みやすいんですね。ハーブティーな感じで飲みやすくて飽きない。後でちょっとググってみよう。はい、ぜひぜひお教えしますんで、ぜひおすすめです。はい、入れる音が、はい、そのちょろちょろ、多分一日の終わりで安堵感とか開放感とかリラックスした気分で大好きなスイーツをいただけるんで、多分 それでもね、そういうほら。夜例えばね、かすみさんと違って、うん、スイーツは食べなくても、うん、そのお茶を一杯飲んで必ず寝るとかっていう習慣をつければいいかもしれない、うんうん、はい、スイーツは食べない方がいいです。ぶっちゃけね、まあ、ね、これ余計です。余計、はい、へえ、いいこと教えてもらった、うん、あ、よかった、ありがとうございます。ねえ、ね、会社潰れたら困るから。そうだ、ね、なくなっちゃうとね、なくなっちゃうと私が困っちゃうから。解放に乗るんだから、うん、解放にね、アイドル。本当に、まあ、なくてはならないものになっちゃって、はい、ということ。初めてだね、これ、うん、これも初めてですね。ティーカップに注ぐ音っていうの。あ、本当ですか。この114回やっていて被ったことがないんですよ、皆さんは。そう、誰もね一回も本当に同じってものが出なかった。よく聞いてください、すごく素敵な音です。はい、聞いてみよう。聞いてみよう。あのね、急須じゃダメなの。あ、ティーカップ、ティーポット、うん、
そう、あのそうかそうか、こういう紅茶を飲むようなポット、紅茶用の、紅茶用のポットで、はい、それを、まあ、あの陶器のカップに入れる音、はい、このこだわりを陶器です。だからティーカップも陶器、陶器でこっちも陶器、カップも陶器、カップも陶器の音です。まあ、あのできればあのボンチャイナかなんかで、ね、素敵なやつね。なるみでもいいですけど、ね、エジュートとかそれいいですね。それがいいです。エジュートがいいかもしれない、ね、エジュートいいと思います。はい、ちょっと、はい、ということで皆さんもね真似してみてください。ぜひ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 、はい、はい、ということでね、かずみさんの、あ、そうだ、この FM の番組のこともよかったら宣伝してください。はい、はい、私はFM 湘南ナパサっていう曲で、はい、かすみのミュージックストリームという番組を持たせていただいていまして、はい、FM 湘南ナパサっていうのは 78.3MHz なんですよ、はい、で783なんですけど、ナパサ、それでナパサっていう名前なんですね、はい、でそれのかすみのミュージックストリームっていうのが毎週水曜日の夜の10時から10時半までの30分間の番組です、うん、はい、今日じゃん。あ、そうです収録ね、今日水曜日なんで、うん、はい、今日の夜ぜひ聞いてみてください。インターネットで簡単にお聞きいただけます、うん、検索ワードは FM 湘南ナパサ視聴っていう風に検索していただくと、サイマルラジオとかいろいろ出てくるので、そこをポンって押してスタートって押せば今流れてる放送が聞けますので、10時になりましたら聞いてみてください。でもしお聞き逃しの場合はですね、ファンの方が内緒で録音してくださってて、はい、はい、それでそのアーカイブが YouTube で、あのかすみラジオって、あのかすみっていうのは香る、ことぶき、美しいっていう、そうそう、これ言ってなかったね皆さんにね、はい、うん、これ本名なんですけど、うん、はい、この香る、ことぶき、美しいラジオって検索、 YouTube 検索していただくと105回分の放送が、はい、全部見れるっていうこと、全部見れます、はい、ぜひあの暇に任せてよろしくお願いします。はい、なんかファンの方はね、あのちゃんと写真とか動画とかを一緒に、音声と一緒に載せて、見るラジオにしてくださってるんです。すげー、はい、すごい手間かけてやって、毎週やってくださってて本当にありがたいね。ファンの方ってありがたいですよね。本当にありがたいです。もう本当にいらっしゃるから私が成り立っているっていう感じですね。なるほどね、はい、はい、これもね、あのみんなかすみさんのね努力あっての賜物でございますので、ますます美しさに磨きをかけていただいて、頑張んなきゃ、ね、ファンの心をぐっと掴む、はい、中高年のためのアイドルをね永遠に続けていただきたいなと、ギネスに乗りましょう、ね、そうですよね、ね、ぜひぜひ、あのないと思いますよ多分、中高年のためのアイドルを例えば30年やったとか、ね、40年やったとか、それには健康第一で、そうです頑張ります、はいはい、ということでね、楽しい時間がもうあっという間に過ぎてしまいましたけれども、あ、そうだ、ライブの、そうだ、それごめんなさい、はい、お知らせ、お知らせしてください、告知を、はい、2月19日はですね、はい、プライベートライブって阿佐ヶ谷でさせていただくんですが、こちらはありがたいことに満席になりましたので、はい、そうだと、はい、その次のライブですね、はい、4月9日の火曜日です、うん、目黒の東京クラブというライブハウスで、有名な場所だ、うん、はい、あ、そうです、ご存知ですか、はい、そちらの方でかすみプライベートライブ in 目黒っていう題名で、はい、あの接近戦で、お客様と接近戦でやらせていただきますので、ぜひお出かけください。ご予約は目黒、あ、東京クラブの目黒店で、あのインターネットからポチって、うん、ご予約ポチってできますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、はい、ね、あの直近のコンサートね、はい、ご紹介いただきましたけれども、ぜひぜひあの皆さん、あの一度遊びに行っていただいてですね、うん、騙されたと思って来てください、もう一回もうお会いしたらファンになってしまうと思いますよ皆さんぜひぜひあの行っていただければと思います。ね、
本当にお忙しいところね、この番組にちょっとご出演いただいて本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。また何かね機会がありましたら、はい、ぜひおいでいただいて、はい、と思っておりますので、はい、私がナパさんに行ってもいいですしね。あ、はい、そうですね、はい、いつでも呼んでいただければ、はい、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします、はい、今日はね中高年のためのアイドル歌手のかすみさんにお越しいただきました。かすみさんどうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは今月の曲のコーナーに参りたいと思います。今月の曲はゲストのかすみさんからご紹介いただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。はい、私のオリジナル曲風の名前を教えてっていう曲を聴いていただくんですけれども、はい、これは作詞が柏田道夫先生という作家脚本家の方で、はい、武士の家計簿とか映画の方ですね、あの二宮金次郎とかの脚本をなさってる有名な先生で、川中美幸さんを介して知り合いまして、はい、でそれから私に詩を提供してくださるようになったんですよ、はい、でそのこの風の名前を教えてもその一曲で、はい、で作曲を私がさせていただきました。曲も作るんですね。はい、作詞作曲もさせていただいています。はい、すごい、はい、でこれは私の父が実は去年亡くなりまして、はい、でその悲しい気持ちとか、うん、会いたいよっていう気持ちとかいろんな思いを天に届けっていう風に激しい風の中その思いを届けっていう風に歌っています。お聴きください。風の名前を教えて。Love.
地域コミュニティを大切にする金融機関、第一勧業信用組合。地域やお客様の課題解決、そして永続的な社会づくりに貢献します。スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信され、そして全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方はホームページからどうぞ。はい、音楽の方はですね、かすみさんの曲で風の名前を教えてを聞いていただきました。はい、なかなかね、なんかキュートな声ですね。そうやっぱりアイドルチックな感じよ、ね、だよね、ということでね、今月もねエンディングのコーナーになりますけれども、2月終わって3月4月となってくると、今度だんだんほらね、春がね、春の訪れじゃないですか。そうです。とこのだんだん春が近づいてくると、いよいよね我が地元大塚もね、少しずつこうイベントが近づいてきたなっていう感じがしてくるんで、まあ一応まだ今年の感じだと5月の終わりから6月の頭にかけて最初の大塚音楽祭が多分普通に開催されると思いますのでね、はい、皆さんそこからまた大塚始動しますんで、はい、楽しみにしていただきたいと思います。音楽教室の方はどうですか。教室の方は、まあ、だんだんほら増えてきたでしょ、いろいろ ね、そうなんですけど、まあ、募集は随時募集しておりまして、ちょうどやっぱり新年度になる4月とか、今ちょうど2月とか3月ぐらいがこうちょっと塾の加減とかあるので、子どもたちが2月で新年度になるので、ちょっとまあちょっと募集を結構強化してかけて、生徒さんの募集もあり、教える方の先生の募集もしてる。募集先生は今いらっしゃるんで、まあもちろん随時いい先生っていうか素敵な先生の出会いは求めてるので。なるほど。ぜひ声聞いて私も教えたいわなんて、ちっちゃい子大好きとか。はい、大人の方も結構私音楽仲間の方に結構もう大人のエール音楽教室でちょっと講師になってもらってるので、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、ということでね、今月もね、はい、素敵なゲストさん、かすみさんに来ていただいて、はい、皆さんね一度かすみさんのねライブとかね、ぜひぜひ見に行ってあげていただきたいと思いますので、きっと中高年の皆さんファンになると思います。名前の通りね、ということでね、また来月も楽しい番組をお送りしたいと思いますので、皆様よろしくお願いしたいと思います。それではマサとケイコの音楽日和、また3月にお会いいたしましょう。ありがとうございました。